皆様、今日は9月28日月曜日、リビングライフのお時間です。今日のタイトルは自分の安全を後回しにして人の命を救う人というタイトルで、エレミア書38章の1節から13節から恵みを分かち合いたいと思います。お相手は、横浜御塗りキリスト教会の西山真一と言います。よろしくお願いいたします。エレミア書38章1節から13節。さてマタンの子シェファテヤとパシェフルの子ゲダルヤとシェレムヤの子ユカルとマルキヤの子パシュフルはエレミアが民全体に次のように語る言葉を聞いた。主はこう言われる。この都にとどまる者は剣と飢饉と疫病で死ぬが、カルデア人のところに出ていく者は生きる。その命は戦勝品として彼のものになり、彼は生きる。主はこう言われる。この都は必ずバビロンの王の軍勢の手に渡される。彼はこれを攻め取る。そこで首長たちは王に言った。どうかあの男を死刑にしてください。彼はこのようにこんな言葉を皆に語り、この都に残っている戦士や民全体の士気をくじいているからです。実にあの男はこの民のために平安ではなく災いを求めているのです。するとゼデキヤ王は言った。見よ、彼はあなた方の手の中にある。王はあなた方に逆らっては何もできない。そこで彼らはエレミアを捕らえ、監視の庭にある王子マルキヤの穴に投げ込んだ。彼らはエレミアを綱で下ろしたが、穴の中には水がなく、あるのは泥だったので、エレミアは泥の中に沈んだ。王宮にいたクシュ人の宦官エベデメレクは、エレミアが穴に入れられたことを聞いた。また、その時王はベニヤミンの門のところに座っていたので、エベデメレクは王宮から出て行き、王に告げた。我が主君王よ、あの人たちが預言者エレミアにしたことは皆悪いことばかりです。彼らはあの人を穴に投げ込みました。もう都にパンはありませんので、あの人はそこで飢え死にするでしょう。すると王はクシュ人エベデメレクに命じた。あなたはここから30人を連れて行き、預言者エレミアをまだ死なないうちにその穴から引き上げなさい。エベデメレクは人々を率いて王宮の宝物蔵の下に行き、そこから着古した衣服やボロ切れを取り、それらを綱で穴の中のエレミアのところに下ろした。クシュ人エベデメレクはエレミアに、さあ古着やボロ切れをあなたの脇の下の綱に当てなさいと言ったので、エレミアがその通りにすると、彼らはエレミアを綱で穴から引き上げた。こうしてエレミアは監視の庭にとどまった。
はい、皆様、ずっとですねエレミア書の学びが続いていると思います。毎日ご覧になられている方はよくご存知かと思いますけれども、少しだけこのエレミア書の本部に入る前に、この背景的なことを話しておきたいかなと思っております。今ユダというイスラエル民族の国が、もうまさに末期の時代ですね。北東からはバビロンという帝国が攻めてきていて、そして南西からはエジプトという大国に挟まれて、その間でどうしようかというような風前の灯火のような状況になっています。一方でこのユダという国が置かれている状況は、この本当の神様であるこの神様の言葉に従わず、偶像礼拝をずっとし続けて神様に従わなかったゆえに、神様から懲らしめを受け、悔い改めて神に帰るようにというような状況を神様から言われていて、裁きをあるとエレミアがずっと言っているような、そのような状況ですね。で、今日皆さん、お読みになられましたように、1節から3節、これを見ますと、このエレミアが続けて、この裁きが起こる、もう国は滅びるよということをですね、言い続けています。バビロンの王様が来て、もうこれを攻め取ってしまいますよというふうに言うわけなんですね。でもこの攻められる時に都にこだわって頑張って戦い続けてしまうと、そこでみんな剣や飢饉、そして疫病なので死んでしまいますが、一方でそうではない、これは神様のことだとして、降伏するならば、悔い改めてこれは裁きとして受け入れるならば、逆に自分たちは命を得ていく、生きる道が閉ざされることはありませんよ、というようなお話をエレミアはずっと国の民にするわけなんですね。ところが4節5節6節を見てみると、どういうことでしょうか。民のこのリーダーシップたちはどう考えたかというと、まあ、エレミアが言っている言葉はですね、まあ、民衆の士気が下がる、何とかして生き残ろうとしているのに何ということを言うんだと、あなたは敵のスパイですかと、そのようにですね、感じるようなことばかりだったわけなんですね。で、ですので、こうエレミアを殺してしまおうと、そういうようなお話になるわけです。でそこで王様に直談判して、エレミアを殺させてくださいというような話をするんですが、5節見てみると王が言うんですね。5節見ると、王はあなた方に逆らっては何もできないと、こういうふうに言うんですね。普通王様が民を指導します。王様が言うことに民が従います。ですからこのゼデキヤ王という当時の王様はもうすでに王としての役割を果たせていない、王としての役割をもう自分で持っていないわけなんですね。まあ、自信がない、民がついてこないと感じている、そういうことなわけですね。で、結局多くのそのエレミアに敵対する人たちの手によってエレミアはこの泥の穴の中にですね、こう投げ込まれてしまうということが起こってきてしまうわけなんですね。で一方で面白いことが起こります。それが7節以下13節まで書いてあることなんですけれども、ここでユダの人じゃない、つまりその国の純粋な国民じゃないんだけれども、その王宮に仕えていた宦官ですね、エベデメレクという人が出てきます。この人はクシュ人だというふうに言われています。まあ、諸説ありますけれども、まあ、アフリカの方エチオピア人ではないかということを考えることができるんですが、この異邦人ですね。でこのエレミアが穴に入れられたことを聞いて、たまたまといいますか神様の御心で聞いて、でこのエレミアが死んではいけませんよということで穴から出しましょう。9節を見ると、もう都にパンはありませんので、あの人は あそこで飢え死にするでしょう、なんていう言葉がありますが、実はこれは昨日の聖書の箇所で、実はエレミア書の37の21節で、ゼデキヤ王は命じてエレミアを監視の庭に入れさせ、都からすべてのパンが絶えるまでというような一節がありますので、まあもう時は十分じゃないですかと
というふうにしてエレミアをそこから出すことを願い、実際にエレミアがそこから引き上げられる、そういうことが起こってきたわけなんですね。さあ一連のことを見ながら私たちちょっと2つのね、ところから考えていきたいと思います。一つは主の言葉を伝える者の立場から今日の聖書の箇所を全体的に理解します。もう一つは主の言葉を聞く者の立場から今日の聖書のところを考えていきたいと思うんですよね。まず主の言葉を伝える者っていうのはエレミアの立場ですね。主の言葉を聞きました。救いの言葉を知っています。そして主の御心を知っています。その主の言葉を伝える者はどうしていったかって言ったら、状況に関係なく伝えますよ。状況に関係なく伝えます。一方で主の言葉を聞く者、これは2つの立場の人たちが出てきます。イスラエルの南ユダという国のリーダーシップたち、それともう一つはエベデメレクという異邦人ですね。この2人が出てきます。でこのエベデメレクはこのエレミアのことを神の言葉だと捉えて、この国が滅びていくようなすごいピンチの中でも命を張ってエレミアを救い出していこうとしています。誰もこのエベデメレクの助けをする者はいないわけなんですけれども、しかしそれを言ってエレミアの命を助け出します。なぜそのようにしたかって言ったら、彼が信仰があったからです。どうして異邦人にこのような信仰があったかっていうことを言い切れるかっていうと、これはちょっと2日後のところにはなるんですけれども、39章のですね16節から18節というところをご覧になりますと、この18節にですね実はこんな言葉が書いてあります。これはエベデメレクに対して神の言葉があったところなんですが、あなたが私に信頼したからだという表現が出てくるんですね。これはエベデメレクに話して、つまり、エベデメレクという異邦人は異邦人ではあるけれども神を信頼したという事実があったということなんです。それがゆえにエレミアを救い出すことができた。一方で、この王様のゼデキヤや、もしくは首長たちっていうのはいくらエレミアの言葉を聞いてもそれが神の言葉というふうには認識できなかった。ここに何があるのかというと、神の言葉にちゃんと向き合ったか、それとも自分の利益を求めて自分の思い通りに解釈していった、今国が滅ぼされようとしている時に自分が考えて良いなと思うように考えたのか、それとも神の御心は何かと考えるかによって大きな違いが出てきた。もし神の言葉だとするならば、エレミアが言ったのは神の言葉では滅びるよって言ったかもしれません。でもそれを言ったからってエレミアは殺されなければならないかったんでしょうか。やりすぎだというふうに何か感じたんでしょうね、このエベデメレク。それはいけない、エレミアを殺してはいけない、そのことを深く感じたわけです。私たちもですね、このように神の御言葉に正面から向き合うか、神の言葉を伝える立場にあるならばどのような状況でも神の言葉を伝えます。一方で神の言葉を聞く者としてはですね、自分の聞きたい言葉だから聞くのではなく、神の言葉だから聞く、神の言葉だとこう正面から向き合う、そのことが必要な、私たちに考えられる必要なことだということを思うことができるわけですね。ゼデキヤは王としての役割を果たすことができません。それはなぜならば神の言葉に向き合い神を信じていないからですね。ですからここに信仰の大切さがあります。はい、質問に神の言葉を信じて実行していますか、そういうような言葉があります。いろんなこう御言葉に向き合っていますと、私たち神様の御言葉を聞きますけれども、ちゃんとそれを正面から受け止めましょう。何かこう浮いたような話ではなくてですね、私たちの生活に関係する、
そしてどういう状況の中でも私たちはちゃんと神の言葉を受け止めて、それから感じることがあり、これを実行していきましょう。そこに信仰が必要になります。そのように信仰に歩む人っていうのは、自分の都合の良いことばかりを聞いていくのではなく、都合の悪いことも聞いていきます。だから今日のタイトルにありましたように、自分のことを顧みず、エレミアもエベデメレクも本当に神の言葉を伝えよう、もしくはそれに従おうと、こういうことをした。自分のことばかり思っている人は神の言葉を聞かずに、そして自分のことを優先したがゆえにですね、神の言葉が認識できなかった。結果ですね、主の御心に従うことはできませんでした。私たちは神の言葉をそのまま信じて受け止めて、そしてそのまま実行し、神の御心をなすものとなりましょう。今日も御言葉に向き合いましょう。お祈りいたします。愛する天の神様、今日も私たちに御言葉を与えてくださってありがとうございます。ただ聞いているものではなくて、本当に主を信じ、私たちの生活の中に豊かに働かれる神様を信じて、今日も主の御言葉に従える私たちとさせてください。愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。